こんにちは、佐々木です。本日はメルカリコロナウイルス対策商品で稼げる商品とは初心者必見、マスクや日用雑貨以外に意外にこれだけ儲かる商品がありますよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、コロナウイルス対策でマスクテーマがね、禁止になってしまいました。で、それ以外にね、儲かる商品が出てますので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。キーワードにコロナウイルスを入れてください。はい。で、今回ですね、このままですね、新品で、送料込み売り切れですね。値段は特に入れてません。で、完了ですね。はい。そうしますと、いろいろ出てきますね。はい。で、こう、ちらっと見てて、まあ、こういったね、コロナウイルス対策の薬ですね。薬というかね、まあ、何かスプレーというのがあるんですけど、このね、パッと見て利益出そうなものなんですけど、これですね。これはですね、利益出るかとかですね。はい。で、これコロナ対策です。帽子ですね。はい。で、1980円なので、おそらく、この商品は今回ちょっと調べていないんですけど、中国からね、入れてる確率が高いです。はい。なので、まあ、こういったね、帽子とか、まあ、利益が出そうな商品出せばね、まだまだね、コロナウイルス対策キーワードで、儲かるかと思いますので、まあ、マスク以外ね、マスクはもう、国会の方で転売禁止になってしまったので、出すので使われますね。はい。なので、こういったね、もしコロナウイルスの関連商品出したい方はね、こういった帽子とかね、まあ、かなり美味しい商品やありますので、ぜひね、出品していただければね、いいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。日記のスタンプをお願いします。あと、YouTube がスミスは受け付けません。LINE 登録後によろしくお願いします。あとですね、グッドボタンお待ちします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。